彼らは広場の地べたに座っていて、そこには一本のろうそくが置いてあります。彼らは非暴力と自由についての文献とその証言に聞き入っています。立ったまま、または座って、昼も夜も人々の意識が眠ってしまわないように、政治家たちに彼らの責任を思い出させるために、決して譲ることのできない基礎的なものが何であるかを何度も言うために注意深く見守っています。彼らの聖歌は希望の歌です。人々は彼らを見張り人と呼んでいます。私たちの抗議の意図は、権力や法に対して圧力をかけることではありません。なぜなら、法律はおそらく波に浮かぶ泡のようなものです。私たちは今の組織を変えようと求めているのではありません。私たちは人間性を認めることを求めています。歴史の流れを変える力は人間の心も変えます。そこで私たちは人間が望むことは何かということに疑問を抱かなければなりません。世界の数カ国では同性愛のカップルの結婚と子供を養子にする法案を成立または正式に認める用意をしています。2012年秋、フランス政府は扉法案という草案を提出します。この法案は子供たちは父母を持つ権利があるという家族や社会の基礎を侵害する問題で、あらゆる年齢や出身のキリスト教徒であろうとなかろうと多数のフランス人が集結して100万人のデモとなりました。2013年4月、国会で法案の最後の投票が近づくにつれて緊張が高まり、警官は力でデモ隊を追い散らし数十人を収監しました。これが見張り人がパリに現れた状況です。私はある晩のことを思い出します。かなり遅い時間にベッドに入りました。私は寝つけずにいろいろと考えました。どこにも解決策がなく、私は弁護士でもなく市長でもない。私は何者なんだろう。私は外に出て、あの法案にもこの法案にも反対し、強い信念を持っていますが全く無力です。ある時、全体の動きの中に激しい苛立ちが起こりました。もっと過激な行動をしたい強い欲望があり、その動きが起こり始まりましたが、それは一方で私たちのメッセージはより強力で明確であるという満足感を与えるとともに、また一方で罪悪感もありました。なぜならこの動きは目的に達する前に疲れ切ってしまうだろうと思われ、そこから変化が起こってきたのです。そしてある夜、67人の若者が国会議事堂前で座り込んだことで警察に連行されました。デモの後は誰も家に帰りたがらず、みんな抗議するためにこの場にいました。そしてある夜、みんなのためのキャンプというグループが国会議事堂のそばに座り込みの準備をしました。私たちは静かに座り、私はトランプをしていました。それから私たちは全員連れて行かれて拘留されました。月曜日、私が仕事に行くために外出したとき、アクセルとシャルルに会いました。また同時に24時間拘留されて疲れ切った若者たちを見ました。私はアクセルとシャルルと一緒にみんなで集まって何かしなければならないと決心し、その夜私の部屋で会うことを提案しました。初めは 4,5 人のはずでしたが、結局は18人も集まりました。
そして夜が更けるにつれ、私は少しずつ不安になり、私たちは何に向かっているのだろうと自問しました。そして皆立ち去り始めました。よし、明日私たちはみんな警察とのかくれんぼごっこの集団になるだろう。私たちは少し法律を犯すことになるのだろう。そして朝4時か5時に5人が残り、私は誰かがもしイエスがここにいたら何をしていただろうと言ったのをはっきり覚えています。そしてそれは少し信じがたいことだったと言えます。なぜならこの約1時間後に見張り人の動きが生まれたのです。翌日の夕方に彼らは分散させられたデモの後に残り、座り込もうと決めました。ろうそくを持ち、静かな抗議の座り込みで、それは他にも存在するような単純な集まりでしたが、急速に文化的規模へと豊かになりました。私たちは文献の遺説を読み、徹夜の祈りの間一緒に歌い、とても美しい体験をしました。最初の徹夜の祈りの間、見張り人は機動隊によって手荒くを払われました。しかし少しずつこの徹夜の祈りは機動隊に馴染んだ普通の会合になっていきました。私は本当に自分の中に罪悪感のようなものを感じて、私たちの考えは実に正しくない、これは私たちが社会に貢献するやり方ではないと考えました。そして見張り人の考えが出された時には心に響きました。そして自分にとってはどんな場合もこれが正しい方法なのだと確信しました。2番目からは800人がパリのアンヴァリッドの広場に集まり、1週間後には5000人になりました。同時に徹夜の祈りはフランスや海外の50以上の町で自然に広がりました。未来に向かう本当の度量の大きさは、あなたたちのすべてを現在に与えることにある。私は YouTube 上で複数のビデオを見て、この動きは私にすぐに深く影響を与えました。私はパリの北にある自分の町コンピエージュでも運動が始まるのを待ってました。そしてある日私がミサに出かけた時、イエスが私に、なぜあなたは待ってるのですか、なぜあなたは自分でやらないのですかと本当に語りかけているように感じました。それで私は Facebook と Twitter のアカウント、 E メールアドレスを立ち上げ、コンピエージュでも始まったのです。私にとって見張り人とは優しさだと思ってます。私が最初のビデオを見たとき、本当に平和と柔和がにじみ出ていて、一方では固い決意があり、とても美しいものでした。優しさと確固たる決断は共存するのだということを直に見るのは美しいものです。徹夜の祈りは町の中心の象徴となる場所の前で行われ、証言を伴った偉大な思想家たちの作品を朗読しながら、人類、正義、そして真実の意味を見出すために文化に重要な位置を委ねます。内なる平和と非暴力の精神の中で、見張り人それぞれは徹夜の祈りの間、どんな挑発にも応じず、またどんな類の力も使わず平和に座っていることに身を投じました。あなたが正しいことのために正当な方法で戦うとき、何が起きようとも自分が自由であるという認識の中で頑張り通すことができます。このようなことは、例えば私たちが集会を警察から解散勧告を受けたときに起こります。私がその場にとどまることを決めたときに、たとえ私が捕らえられ引きずり回され警察に拘束されることがあっても、機動隊から出された命令でも、私はそこの地面に座り込む理由を完全に心得ているので、実際に私は自由なのです。非暴力は力強い正義の武器です。暴力を振るう人を傷つけることなく切り、そして熱中する人の品性を高めます。和解する刀です。L'éveilleur, c'est vraiment une très bonne nouvelle.
見張り人はまさに福音です。そして私たちはあなた方と共にこの福音を分かち合う喜びがあります。この福音とは世界中の異なる国々からの若い人々の動きがあるということです。アフリカ、北アフリカからアラブの春を覚えていますか？世界中のあらゆる国々からです。この瞬間も世界を変えたいと思う若い人々がいるということです。エジプトで30年間権力にしがみついたムバルク大統領の辞任と民主主義を求めてのデモは2011年1月25日から国の主要都市で起きていました。多くの若者たちを含め何千人ものエジプト人が日夜カイロのタリール広場に集まり、そこは革命の象徴になりました。革命の始まった時、カイロの若いエジプト人ラフィックはタリール広場に駆けつけたかったのですが、友人たちの不安にぶつかりました。私は私を本当に感動させた聖書の中の御言葉の一節をミサの間に聞いた日のことを考え始めました。それはヨハネの福音書12章一節であり、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶという説でした。この説にとても感動し、それはまさに私のためのものだと感じました。そして私はこの一粒の麦の代わりになることにしました。もし私が家に留まっていたら、私は一人ぼっちでいるでしょう。しかし私がタリー広場に行けば、タリー広場にいた数百万人は一人増えて、その一人増えたことにより私たちは自由を得ることができ、ムバラク大統領とその政権を追放することができるでしょう。そして私はそのようにしました。私はタリー広場に行きました。そこで私はこの御言葉が本当に私のためのものであったと確信しました。タリー広場がどのようであったかあなたは想像できないでしょう。みんな兄弟のようでした。みんなが集合した一つの大きな共同生活のようでした。自由というたった一つのことのためにすべての人が団結し、イスラム教徒、キリスト教徒、中産階級、貧しい人々、お金持ち、社会のすべての層がそこにいたことに大変印象を受けました。キリスト教徒がイスラム教徒を彼らの祈りの間守っていたことに私は感動しました。イスラム教徒も同じくキリスト教徒をミサの間守っていました。これらすべてがタリー広場で起こっていたのです。本当に感動的でした。この聖書の一節が私のために与えられていたことを確信するとともに、エジプトがより良い未来を持つために大きな希望があることも確信しました。ブラジルで2013年6月に何十万人の若者が道路に座り込み、交通機関と税金の値上げに抗議して腐敗政治の終わりを要求しました。また2014年に行われるサッカーの世界カップ大会の準備のために投入される莫大な支出は、むしろ社会、健康、教育のために貢献されるべきであると彼らは考えています。ロジェという19歳のブラジル青年は1週間の間にいくつもの抗議デモに参加しています。私がデモに参加した時の目的はブラジルの政治の改善に貢献すること、国民が要望する正義を支援することでした。これらの集団意思表示は一つの新しい国の緊急事態に実際導くことになったと感じました。ベロリゾンテ、サンパウロ、リオデジャネイロのようなブラジルの大都市から始まったこれらの抗議デモの反響は非常に大きなものでした。
政府は自国民の圧力のもとに置かれました。これらの歩みはすべて同じ権利を要求していました。正義、真実、政治段階における透明性の獲得です。シュマンヌフ共同体とのフェスティバルの間、世界青年の日を前に私は抗議デモについて証言しました。私が経験したことを読み返すために立ち止まった際に、私が分かったことは、私たちが正義を求めているとき、たとえ私たちがキリスト教徒でなくても、そして私たちに信仰がなくても、実際には私たちはキリストを求めているのであり、彼が私にとっては真実と正義なのです。聖書は私たちに、彼は正義そのものであり、彼が正義をもたらしたと教えています。このことは神と一緒の私の私生活の過程で、たとえ私にそれが見えなかったとしても、神が私の道案内をしてくださったということを私が感じる助けとなりました。私は抗議デモの中でこの存在を感じることができたのです。私たちにとってまさに希望の印であるこの若者たちのいくつかの共通点を指摘したいと思います。第一の共通点は、彼らは真剣に世の中を変えたいと思っており、正義を信じており、能力ある人たちであるということです。彼らは人権宣言の検証を頼みにしています。心の底から。彼らの多くはキリスト教徒で、全員ではありませんが、キリスト教徒が大勢います。彼らは当然聖書を頼みとしています。それに、人権宣言の検証は完全に旧約並びに新約聖書をもとにできていることはご承知の通りです。故に、これがこの世界中の若者たちの第一の共通点であって、彼らは正義と真実に対する大きな望みを持っているのです。第二点目は、彼らが非常に勇敢である点です。実は命を懸ける用意のある若者たちなのです。おそらく若いラフィックのように、たとえ麦の種が地に落ちても死なず実がならないことを理解したかもしれません。彼らのやり方で世の中が変わるために身を挺する用意があるのです。第三点目は、これは非常に良い点ですが、彼らが教養を身につけ、熟考し、自分の国の歴史を知り、現在何が起こっているかを多少知りたいという欲望を持っていることです。実は我々の社会に通用している人類の良識と異なる呼びかけにすがって、それに従いたいと望んでいるのです。ちょうど今年は、あのマルチン・ルター・キングの反響を呼んだ呼びかけの50年祭を祝います。ご承知のように、マルチン・ルター・キングの I have a dream は素晴らしいものです。彼は自由と白人と黒人の平等を望みました。そして彼の予言的な呼びかけは世界中に響き渡りました。もう一つの別の呼びかけは、多分ガンジーの呼びかけで、最近多くの若者がパリでもブルンディで出会った若者たちも大勢ガンジーを敬愛しており、これもまた非暴力的手段での自由への呼びかけです。最後に、非常に特徴的なもう一つの点は、私が今名付けた非暴力のためのこの熟考に基づいた選択です。ある人たちは、非暴力の選択は不正の状態を消極的に受け入れることだというかもしれません。それは現実と非常に遠いことです。愛によって支持されたとき、非暴力は全然消極的ではありません。それは無関心とは全く関係ありません。それは善により悪を制する積極的な探求です。私がアフリカやヨーロッパ、そして特にフランス、はたまたブルンディやコートディボワールで出会った見張り人のことを思うとき、この76歳の教皇が彼自身見張り人なので、いわば見張り人たちの教皇であることに驚かされます。
Parce que lui-même, c'est un veilleur. Et il a proposé...そして9月7日を徹夜での祈りの日と提案し、ローマのサンピエトロ広場に約10万人が集まりました。実にこの教皇が自らの言葉でどれほど若者たちに呼びかけるかを見るのは感動的です。例えば、政治は慈善の最高の形態であると聖トマス・アクイナスについて語ったりしました。そして何人かの若者が、政治はまさに慈善の最高の形態であると発見しつつあります。そのためには彼らは教養を身につけ、社会問題に参加し学習しなくてはなりません。アラブの春、スペインでのインディグナドス運動、あるいはニューヨークの金融資本主義に反対するオキュパイ・ウォール・ストリート運動、フランスやイタリアでのマニフプフトゥース、すべてこれらの運動は自然発生的に起こり、社会のネットワークで広く中継されて我々に声をかけました。それらは我々に実行するべく、また精霊の呼びかけを識別して、いかにしてそれに応えるかを識別するための要請と駆り立てます。それゆえに2013年8月、フランスのオートコンブ修道院でのウェルカムトゥパラダイスフェスティバルで、若者たちは見張り人になるにはという主題のストゥディアックコースで政治参加の意味を学びました。1週間の濃密な研修で、神の御言葉と教会の現在社会への見解に照らし合わせた政治に触れる討議への参加や今日の社会をテーマに行いました。政治への参加は、まず各自が世界のありようについて責任を取ることだと考えられています。世界とは我々がそのように作るものであって、我々が世界を作ることであり、その大部分はただ偶然にことが運ぶものではありません。私は人々が受け身、あるいは非認証の形で、彼らはした、彼らは決めたとか、こう決められたと書くとき、いつも少なからず当惑します。これらの決定を下したのは肉と骨でできている男女であって、これらの決定は温め、励まし、賛同するか、あるいは批判するべきで、場合によってはこれらの決定をする立場にもなり、すなわちその人の人生の役者となるのです。私は自らの価値観の名において政治への参加を望む若者に対して、まずそれは他人に身を捧げることゆえに立派なことであり、もし決心し納得したのであれば、周囲の人々を説得するのは簡単で、政治参加はその価値観をめぐって力強く実行できるというでしょう。なぜなら物質的な課題は今日の世界を仕切るには十分ではないからです。今週は世の中の変化はあなたと私から始まるといったマザー・テレサの言葉について話し合いました。そして私はそれこそ真の変化する鍵なのだと痛感しました。私にとっての挑戦とは、私と異なる意見の誰かに対して自分の強い確信を持ち続けることです。今まで私はむしろその人に話し続けさせて、そう、分かりますと言い、自分は黙って、そう、受け入れよう、お互い違うのだ、私たちの絆を犠牲にしないために何も言わないと思っていました。今では私は全く違う考えで物事に取り組んでおり、私にとって見張り人とは、愛を持って自分の見解を表明し、思い切った対話をするより幅広い運動なのです。もし社会を変えたいのであれば、我々はその基本にまで遡らなければならず、もし後退したままで単に見て解説するだけで満足するのであれば何も変わりません。私たちがキリスト教徒としてしっかり責任を持って、政界や社会のあらゆる職場で我々の役目を果たすためにしっかりと社会に入り込むことが非常に重要です。今日ではますます、そして特にヨーロッパでは、社会での自分の場を占めるためのキリスト教徒の積極的な野心が欠如しています。これは自分たちの部屋に入って扉を全部閉めて一緒に乗っていた人たちとちょっと似ています。しかし私たちは聖霊降臨後の人でなくてはなりません。彼らはそこから出て扉を開け、窓を開けて福音を伝えるために出て行ったのです。そしてそれも私たちの責任です。
政治では直接福音宣教はしませんが、政界でのキリスト教徒としての行動や考え方をはっきり示すことはできます。世界青年の日大会の結果として、私があなた方に言いたいのは、私はむしろごちゃごちゃした無秩序的なことを望んでいるということです。ここリオでは無秩序な状態もあるでしょう。しかし私は司教区の中での無秩序、外に出ることを望んでおり、教会が街頭に出ることを望んでいるのです。パリやその他の場所、タリー広場でも、これらの若い見張り人たちはやや無秩序な状態を起こしましたが、結局は物事を前進させました。そしてその背後に申し上げることをお許しいただければ、彼らは共通に聖霊によって行動したのです。聖霊降臨祭の日にサンピエトロ広場で教皇に庭の鳩が献上されたのを見ましたが、彼はその鳩と遊んでいます。そして象徴的にこの美しい写真を見ると、教皇がいわば聖霊のシンボルと遊んでいるというイメージになります。彼は聖霊の友達であり、この若者たちも聖霊の強さと力を受け入れることができると信じているのです。あなたの若い心はより良い世界を築きたいと望んでいます。私は世界のニュースをフォローしており、多くの若者がより公正でより兄弟思いの気持ちを表すために街頭に出た様子を見ました。街頭の若者、その若者たちは変化の立役者なのです。どうか他の人にとって変わられませんように。あなたたちには未来があります。あなたたちによって未来が世界の中に入ります。親愛なる若者たちよ、どうか人生をバルコニーから眺めてはなりません。イエスはバルコニーにとどまらず埋没しました。人生をバルコニーから見ないで、イエスのように人生の中に浸りなさい。今月は世界各所で非暴力を選んで正義と真実の名のもとに政治問題に参加しているすべての若い見張り人のために祈りましょう。聖霊によって個人的にどのようにして政治や社会において証言し関わるべきか、着想が得られますように。今月の御言葉はイザヤ書の62章6節です。エルサレムよ、あなたの城壁の上に私は見張りを置く。昼も夜も決して黙してはならない。主の思い出に目覚めて、ひとときも休むことなく。